はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、7日目の19時半ですけど、見てください。できました。改良版できました、フェラルフォード用の。ヘリを歩いてくるんでね、この、なんだっけ、ガレージドア、前も使ってたね。ガレージドアにしました。これ開け閉めがちょっと遅いんだけどね。で、これ横から来ないようにブロックで塞いで、で、開け閉めできるように、ここ半ブロックにしてあります。こうね、隙間が空くようにね。で、ここにいながらも、まあ、この辺から一応閉められるよと、いう感じになっております。はい。まあ、これで。ただそれだけなんだけどね。あと、はしごの位置をなんかこの辺から、ここにブロック置いたからね、横に、端っこにずらしたぐらいですね。うん、それぐらいです。なんて簡単なんでしょう。なんて簡単に終わらせたんでしょう。はい。ちなみにこれ動くかどうか不安だったんですけど、動いてますよね。水溜まってるもんね。うん。動いてるっぽいです。はい。で、あとは、フェラルフォードが始まるのを待つばかりではあるんですけど、ゾンビがね、来るのかどうかめっちゃ不安なんだよね。うん。っていうのもね、土の上にしかゾンビ湧かないはずなんで、あ、誰かいるな。弾持ってる？あ、湧いたか、ゾンビ。湧いたっぽいね。スリーパー君たちが。あ、結構湧いたな。もういいんだよ、撃っちゃって。あ、死ななかった、あいつ。頭に当たんなかった。足がね、遅いのがたまに傷なんだよな、本当に。あ、よいしょ。このチラチラもなんとかしたいところなんですけど、チラチラすんのもね。足遅いのなんとかならんかな、マジで。足遅いのなんとかしたいな。これわざとそうしてあんのかな。なんか一向に速くならないんだよね。一向に足、なんだろうね。めちゃくちゃ遅いんだよな、走んのが。そうそう。でね、そのゾンビ土の上にしか湧かないから、ワンチャンこっちから来る可能性もあるんだけど、どっちから来るかってさ、ランダムじゃんね、毎回ね。で、そうなった場合さ、唯一、前回のね、前々回探索で見つけた唯一土のある場所がさ、こっちの上なんだよね。格納庫ね。格納庫は唯一土があったんで、そっちから来るかなっていう。来るとしたらね、一番確率高いの、こっちから来るんじゃないかなという気がする。で、こっちから来るとしたら、だいぶ遠いからさ、本当に来ますかって、俺のところまで、本当に来るんですかっていう感じで、ここ土あるよね。あ、ゾンビいる。ここ土あるよね。あ、だよね。ここ土あるんで、まあ、来るとしたら、こっからでしょうっていうね。感じだけど、聞かれた。ね、来るとしたらそんな感じだと思うんだけどな。わからんけどね。ねえ。わかんないけどさ、どっから来るか。結構たくさんいるのね。結構たくさんいるのね。こっちの方あさってないからね、全然ね。あさってないから、あ、ほらね、ここ一応土あるからさ、ここはね、湧くと思うんだよね、多分ゾンビ。この辺は湧くと思うんだよね。外したか、ちょっと早かったな。焦った?ちょっと焦った?よいしょ。あ、死なねえ。死なねえわ。通る。もう時間？まだ大丈夫だ。もうちょっと大丈夫。ちょっと見に行きたいね。どうなってんのか。どうなってんだろう。ゾンビいるんかな？いるよね。ここは絶対、こんだけ土があれば多分ゾンビは湧くと思うんだけどな。フォードが始まったらね。外に出れるんだか？え、外に出れんの？マジ？あ、こんなになってんだ。あ、うわ、鳥来た。鳥が来たんだが。ああ、外鳥いるんだ。
入ってきた？入ってきたね。鳥キモいからやめてほしいな。あ、でも一応外に出れるんだね。出たら死ぬのかな。出たら死ぬっていうあの話があったじゃないですか。あれね、出たら死ぬんじゃなくて、出たら死ぬんじゃなくてね、瓦礫に触れたら死ぬらしいんだよね。これね、これここ瓦礫じゃんね。瓦礫に触れたら死ぬっていう設定になってるらしい、どうやら。こいつ、フェラルフォードで凶暴になるかな。あ、来た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 。あ、もう帰んなきゃダメだな。始まっちゃうね。まあ、湧くとしたらでもここに湧くんだろうな、きっと。まあ、ここだけじゃないと思うけど、こっち見えないか。見えないね。まあでもこっから来るとしたら、ここの真下ぐらいが自分地じゃないっけ。俺の拠点、ここの真下ぐらいじゃない？違うかな。なんかそんな気、あ、そんな気がする。あ、もう時間がないから戻るか。うん、この真下ぐらいだよね、多分俺いるのね、拠点。上から落ちてくるかな、ひょっとしたら床壊して。違う？真下ぐらいじゃない？真下よりももうちょっと手前か。もうちょっと向こう側か。もう始まっちゃう。だからこっちから来なかったらさっきのところから多分来るんだろうなっていう気がしますね。知らんけど。始まってみなきゃわからんけど。もう始まるか。にしてもあれだね。暗いね。誰か歩いてきてたのが見えたけど。見えないな。フェラルフォード始まったら走ってくるかな。パーティーガールがいたような気が、あ、いるか？走ってくるかな。走って。ボッて変な音したけど。音する？あー、走ってんね。やっぱ上から湧いたね、やっぱね。あー、やっぱさっきんとこだね、湧いたのね。めっちゃ叩かれてる。めっちゃ叩かれてるんだが。これは待ってても来ないでしょう、きっと。そうなるとね。あそこに誰かいるでしょう。あれ？どっか行ったぞ。あ、いるいる。来た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 。パーティーガール来やがった。まあ、とりあえずパーティーガールは倒すか。あ、来た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 。来い。来い、パーティーガール。あ、よいしょ。パンツ丸めえじゃないか、お前。パーティーガールは。来い。よっしゃ。結構本が出たけど全部開いてんじゃん。よっしゃ。迎えに行った方がいいか。ちょっとね、足もうちょっと速くならんもんか。これ脱ぐか。ちょっと速くなった？変わらんか。あんまり変わらんか。あ、でもいるね、近くにね。あ、来た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 。あ、来た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 。まあ、ちょっとずつでも倒していこう。全員は多分来ないでしょう。あ、でも来たね。何人か来たね。まだでも叩いてやじるもんな、ここら辺。やっぱこの上、あ、壊しやがった。やっぱこの上がそうなんだね。さあ来い。一人だけ？一人しか来なかった？一人しか来なかったんかい？危ねえ。よっしゃ。よっしゃ。痛い。しゃがむなよ、お前。ほら。お、棒ハンター。あ、そういや、言いましたっけ。でもアップデートが入ったみたいで。あの、アップデート入ったみたいで、日本語がもっと死にました。はい。ハピローさんの。今、棒ハンターね。あの、日本語になってなかったけど、ああ、走ってきた、走ってきた。問う。全然報道っていう感じじゃなくて、あ、止まりやがった。意外と見失うんだよね、こいつらね。当たった？当たってないな。いいんだけど。
一応みんな来るね、ちゃんとね。ここまではね。よいしょ。よいしょ。あ、当たんねえ。勝手に死んだか。迎えに行かないとダメなんだ。なんて、なんて世話の焼ける奴らだ。まあ、このまま待ってても、まあいいと言えばいいけどね、別にね。でもそれじゃあせっかくのね、フェラルフォードがね、せっかくのブラッドムーンが台無しじゃないですか、それ。ちょっと。ねえ。台無しですぜ。いないの？あ、叩いてる叩いてる。そこの土から湧くでしょう、きっとね、さっきのね。あ、来た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 。来た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 。走ってきた走ってきた。いや、母が来た、母が。母来た？あ、母強いね。当たんなかったか。あ、ノーダメだ。当たってないわ。よいしょ。はい。いらっしゃい、母。いちいち迎えに行かなきゃいけないのか。いや、拠点作る場所、ちゃんと迎撃拠点は向こうに作った方がいいね。今度からね。今度またやるんならね。あの土のあるところに着くとがいいわ、ちゃんと。よっしゃ。母のくせに何も持っとないんやないか、お前。母は缶詰持ってなきゃダメでしょ、それ。ねえ、母といえば缶詰でしょうに。何やってんの、母。弁当持ってこなきゃ、母ならね。あ、ちょっとしてる、来たかな。壊してきたのかな。あ、来た来た来た。ちょっと迎えに行かないと来ないのね、君たちね。あー、大して効かない。フェラル化したゾンビはやっぱ強いんですかね。それとも単に頭に当たらなかっただけか。あー、何人か来たね。来い。あれ、こいつ手なくない？あるか。あったわ。何人か来た時にどういう動きをするのかちょっと見たいっちゃ見たいけどね。こいつダメージ食らってるから。弱っちいな。OK。ありがとうございます。かも。やっぱりちょっと若干迎えに行かないと来てくれないんだね。もうね。こっちから来るかなって一瞬思ったんだけど。あ、こっちもなんか叩いてるね。あ、穴掘ってんね。壊してるね。じゃじゃん。こっちの方叩いてるわ。やっぱ周りから湧くんだね。あそこにいるな。約1名。それ撃ちにくいわ。それ撃ちにくいよ、ジョー。ジョー。あ、来た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 。一人ならやれんじゃねえかっていう説もあるけど。やれんじゃねえ、一人なら。やれるぜ。あの、なんだっけ、ストロークの剣。ストロークの剣のドライブダッシュ。やれるぜ。やれるぜ。やれんのか？よっしゃ。銃撃ったらなんか、集まってきそうだけどね。足音は、なんか上にいるのか、みんな。あ、来た来た来た。この上にいるっぽいね。あ、いるいるいる。あんなとこにいる。あ、来た。外にいるのか。向こうの方とか叩いてる。フェラルフォードなのに敵を探しに行くって面白いよね。フェラルフォードなのに探しに行っちゃうみたいな。あ、鳥来た。鳥が。鳥が。
鳥が。ゾンビはいないのか。ゾンビいないね。鳥は、鳥これスリーパーの鳥だよね。スリーパーの鳥だよね、これね。あれ？こっちの方叩いてますね。そっち行けるのかな？そっちに行き方わからんわ、俺。そっちの方ね、行き方わかんないっす。入ってきてる？鳥。あ、壊してる、壊してる。あ、わあ、なんかいっぱい来た。いっぱい来たんだが、マジか。穴開けたのか？怖い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 。めっちゃ走ってきたぞ、なんか。あれ？怖い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 。よいしょ。でも一人しか来てなくない？あ、そうでもないか。結構来てるか。結構来てますね。来い。レベルも上げたいんだ俺。自分が弱っちいからさ。ちょっと。こんだけ来たらどういう動きをするのかちょっと見たい。やっぱ登るのか。やっぱ登ってくんのか。オッケー。やっぱ登ろうとするんだね。ゾンビ1ブロックでも食ってくる。まあ1ブロック以下なんだけどね。これがあるからね。このバーがあるからね。1ブロック以下なんだけど、それでも入ってこようとするんだな。あ、ベーコンエッグと、あ、やっとコーヒーアンロックした。やっとコーヒーをアンロックしました。ありがとうございます。ということで、向こうから走ってきたということは、向こう穴開いたのかな、壁に。こっちの方もなんか崩してるね。穴掘ってるな。なるほど。フェラルフォードなのに、ゾンビを探しに行く。探しに行くの初めてじゃない？こっちから走ってきたよね、さっきね。こっちから走ってきたけど。あ、待って、足音する。来た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 。一人？あ、違う、一人じゃないな。二人来たの。なんて世話の焼けるやつらなんだ。まったく。来ましたか？来た？あ、来たね。面白い、来た？あ、ダメだ。強かった。ちょっとタイミングが早かったね。あ、でもやれんじゃね？42 か？スタミナがちょっとないな。よっしゃ。こっちの方掘ってるやつらがめっちゃ気になるっちゃ。あれ、いなくなったか。落としなくなったね。落としなくなったぞ。あ、まあ、いるな。掘ってるな。やっぱり。やっぱり掘ってますね。じゃじゃーん。まあ、8体設定になってるから、ゾンビのね、確かデフォルト8体だったに、なってたと思うんで、そのままいじってないからね。来た？もう叩いてるな。あ、こっちの方行ってないね。なんかボートがあるんだけど。こっちが行ってないね、そういえばね。ボートがあるわ。あ、そこに人いる。あ、あんなとこから出てくんの？そんなとこから来んの、お前。面白いとこから来るね、君。1ブロック通れるからな、ゾンビ。そして静かになった。ああ、びっくりした。お前スリーパーじゃねえの。スリーパーじゃない、こいつ。あそこ、こっち側行ってないからね。スリーパーがいる可能性は非常に高いんだけど。あ、待って、ここにも穴開いてるけど、ここ開けたの。あ、スリーパーの声するね。ひょっとして、ブラッドムーンは終わりですか？
ブラッドムーン終わったの、ひょっとして。終わったかもしんないね。これね。終わったかもしれんよ。うん、終わったっぽいね。終わった臭いね。ちょっとじゃあ、あさりに行くか。あさりに行くか。あ、湧いてる。湧いてらっしゃるわ。やるか。やるんかい。フェラルフォード中だけどやるんですか。やりましょう。たまなかったわ。216だったらちょっと倒せないか。あ、やっぱ倒せないね。さすが兵士だな。強えな。まあ私にはここがあるんで。迎撃ポイントがちゃんとありますから。来た？あ、来てないんじゃない？あれ？あ、いるいるいる。当たった？当たってないな。離れると諦めるんだ。諦めてない、今回は。諦め悪かった。聞いた？よっしゃ。もう3時じゃん。もう言ってる間に終わりじゃないか。フェラルフォードとはって言われそうだね、なんかね。フェラルフォードとは。まあ、8体設定だからな。うん。8体設定だからこんなもんか。いつも64でやってるからね。64でやったってさ、1回目は多分10体ぐらいしか来ないからね。どう？1人？こいつもスリーパーだもんね。スリーパーくん。兵士。兵士だ、よく見たら。詐欺、あの、なんだっけ。技術者じゃなくて、よくいるやつなんだっけ。よくいるやつ、兵士じゃなかったような気がするが。よいしょ。こっちの奥のさ、まあいいか。まあいいか、それは。とりあえず朝まで粘るか。このまま。蛇がいる。蛇もね、ちゃんと湧いてくれるからね。あ、蛇2周目。蛇2周目だね、これ。こいつ倒すの3回目だ。あそこにもいるでしょ。こいつも倒すの3回目だ。また会ったね。また会ったね、ヘビくん。これはさすがにまだか。デイ11。あ、ここにもいるんだよね、ヘビ。お前倒すのも3回目だな。よいしょ、もう一匹は来ないか、まだ。どこ行った？よっしゃ。あれ、昨日だっけ、昨日見てたところがさ、あー、ここちょっとまたゾンビ湧いてたら厄介だな。あ、湧いてるね。あそこにいるもんな、ハズマットが。ハズマットおるやん、普通に。倒せ。まあこいつ一匹じゃないからな。なんですよね。ですよねって感じだな。あー、お、朝になった。急に朝になったら急に遅くなった。あっ、あ、兵士なんだ。え、兵士強。俺が弱いのか。あ、なんか走り出した、走り出したぞ。やっぱ兵士はこのちゃんと装備を固めてるから強いな。80ぐらいしかダメージ入んないのか。2発3発当てないと死なないのか。殴るか。よっしゃ、あれ、いなかった。オッケー、はい。ということでですね、なんともかんともなフェラルフォードでしたけど、
まあなんかそんな気はしてたんだよね。来ないんじゃないかなっていう気はしてた。うん。気はしてたよ。このさ、これあさってないような気がする。あ、まだか。10日か。まだまだでした。変異ゾンビがね、どっかにいるんだよね。湧いてないかな。変異ゾンビが、トイレ未使用だ。ラッキー。あ、水入ってた。ラッキー。この辺の上とか、そういや、あさってないわ。セメントミキサーは？あ、じゃん。セメントミキサーってフォージャーヘッド入ってないんだね。この元はね。あの本ね。フォージャーヘッドの本。どっかに変異ゾンビいると思うんだけど、いませんか？あれ？湧いてないのかな？まだ。これから湧くのかな？まあいいか。まあじゃあとりあえず、とりあえず今日はこの辺にしておきましょうか。あ、最後にちょっと一回試してみていいですか？その、なんだっけ。荒れ地、荒れ地じゃない、荒れ地か。瓦礫か。瓦礫に当たったら死ぬんですけど、死ぬっていう話なんですけど、ちょっと触ってみていいですか？どんな感じで死ぬのかちょっと見たい。ちょっと待ってね。どんな感じで死ぬのか見てみたいんだよな。よいしょ。だからワンチャンその瓦礫に触れなければ外に出ても平気なのかっていう話になってくるんで、ただ鳥がいるからな。鳥を倒したいな。鳥倒したいね。あ、倒されるのは俺かもしれない。倒した？よっしゃ、ちょっと待ってね。ここでちょっとバックアップ取ろう。ちょっとバックアップ取ってきますね。待っててくださいね。はい、ということで、バックアップを取ってまいりました。もうこれでとりあえずやり直せる。死んでも。死んでもっていうか、まあ死ぬつもりで来たんですけど、で、私の聞いた情報によると、これ聞いた情報だから今から確認するんですけど、まあ、外に、これ外だよね。外に出ても死なないけど、この、瓦礫に触ると死ぬっていうことらしいのよね。これね。これに触ると死ぬ。で、瓦礫は無敵ブロック。あ、本当だ、無敵だ。瓦礫無敵なんだ。ああ。で、瓦礫に触らなければ大丈夫っていう話なんだよね。蜂蜜取れたんだか？あ！ここはこれ取れるんだ。じゃあこれ植えることもできるんじゃないの？松ぼっくり。松ぼっくり植えちゃう？これ。ねえ。植えちゃいましょうか。一個しかないけど。ダン。あ、これで、一個じゃでもな。一個じゃでも、これ、これ瓦礫なんだ。これ飛び越えればいいんじゃない？ダメかな？え？あ、ちょっと待って。ちょっと待って。こんな狭いところでやめてくれないかな？ちょっと、あ、出て。こんな狭いところで。非常にあれだね。危険極まりないね。このジャンプして。ジャンプして避けたけど。あー、こっちに行ったら、あ、なるほどね。船の周りが一応瓦礫で囲まれてるんだ。だから出たら死んじゃうよっていう話ね。これも一応切れるんじゃない？そうなると。あ、手怪我してる。まあ、これは、あの、やり直すんで別にいいんですけど。これも、一応、倒したらさ、松ぼっくり取れんのかな？どんぐりでもいいけど。あ、取れた。2個取れた。あ、じゃあ、これで一応植えることは可能っていう話じゃない？ねえ。待って。あ、これ置けないんだ、ここ。置けない系ですか。ここは置ける。あ、これで一応、こう、この瓦礫にさ、触ると、瓦礫に触ると死ぬんで、荒れちゃう。瓦礫に触ると死ぬんで、こんな感じで蓋すればいいってことじゃないの？これで大丈夫？あ、そういうことみたいよ。そういうことらしいよ。どうやらね。で、これ羽取れる？羽取れるんだったらまあ、一応これで矢も作れるのか。30個。ああ、矢も作れるね、一応ね。
哲也くんも一応作れんのね、羽があるからね。ああ、なるほどね。ということのようです。はい。ちゅうことで、ちょっと一回触ってみる、これに。いきますよ。問う。あ、食らったわ。食らった。あ、そして止まらないの、これ。止まらない感じ？あ、そうだ。もう触ったらそうなるんだ。回復しないんだ。ああ、なるほどね。と、で、これでゲームオーバーになっちゃうんだ。ゲームオーバーっていうか、チャレンジは終了になるんだ、これで。なるほどね。なるほどです。復活するとどうなるの？復活すると、あ、外なんだ。あ、外なんだ。あ、もうすげえ何にもない、何にもないけど。あ、でもこれでチャレンジ終了という話なんですね。なるほどね。なるほど。入ることもできないのかな、もう。あ、そうか。瓦礫に囲まれてるからもう入れないんだ。入ろうと思っても。あ、で、バックパック落としちゃったから、っていう話ね。あー、なるほどね。ワンチャンでもなんか、はい、どっかから入っていけそうな気もするけどね。この辺入れるん、あ、選んでた。この辺入れるんじゃない？これ。これ、これ、瓦礫じゃないからね、この辺ね。あ、でもここが瓦礫なんだ。あー、なるほどね。入っていけそうだったけど入れないんだ。へー。めちゃくそでかいね、これね。周りから見てみる、ちょっと。外観見てみる。めっちゃでかい。あ、こんなになってんだ。うわ、かっこよ。かっこよいね。ねえ。このバイオームどうなってるのかめっちゃ気に、あ、そうか。でも、最終的にこれさ、脱出するときさ、ねえ、ヘリでさ、飛び立った後どうすればいいんだろうね。あれ、この辺入れんじゃない？うわ、びっくりした。びっくりするやん、お前。何？あ、ウサギ死んだけど。ウサギ死んだけど。ここ入れんじゃない？これ。あれ？あ、ダメだ。食らった。食らったわ。死ぬ。あ、ワンワンいる。あ、死んだ。なんか一瞬入れんのかなと思ったけどね。まあいいか。はい、ということで戻ってまいりました。まあまあ、コンソール開く。戻ってまいりました。はい。バックアップを読み込んで元に戻りましたよと。いうことで、あの木を切りに行ったら鳥が飛んできたんで、切りに行くのはやめるか。これだけ切るか。これでもさっきどんぐり1個取れたけどね。あんな感じで死ぬんだね。なるほどね。よくわかりました。聞いてた、まあ大体聞いてた通りだった。お腹空いたって言ってる。はい。ちゅうことで、まあ今日はこの辺にしておきましょうか。もうちょっと、次回もうちょっとまた探索に行きましょうかね。まだ行ってないとこいっぱいある。めちゃくちゃ広かったね。でにしてもね。めっちゃ広いんだな、やっぱり。向こうになんかボートがね、ゴムボートみたいなのがあったけど。ね、脱出用？脱出用のボートかな？こっちの方にね。まあその辺もまた探索に行きましょう。で、もう7日目、8日目か、8日目だからまたゾンビがね、いろんなところに湧くと思うんで。よいしょ。まあ行くとこまたゾンビいるんだろうな。この間倒したばっかのに、またいるわ、みたいな感じになるんでしょうね。うん、はい。ということで、まあとりあえず今日はこの辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録など、よいしょ。よろしくお願いします。はい、オオカミさんでございました。まだね。